はい皆さんこんにちは。 えー、心理カウンセラーの乗り健太郎と申します。今日もご覧くださり、ありがとうございます。えー、ちょっと今日はあまり時間がないので、えー、ショートバージョンでギュッと詰め込んで、えー、お伝えしたいと思うんですが、ズバリですね、仕事を楽しくする、もっと楽しくするための秘訣というテーマでお話をしてみたいなというふうに思います。というのはですね、昨日、えっ、ー、と、家族で、久しぶりに家族とですね、うちの母親を連れてですね、母親と一緒に、え、母親孝行を兼ねて、えっ、ー、と、岐阜の中津川というところにある馬込というところと、あとは、 にあるですねエナ卿というところに行ってきましたでエナ卿に行った時にエナ卿っていうのはえっ、ー、とダムを作っ たことによるよってできた人工的な湖みたいなところなんですけれども山のすごくいい景色の中にあってですねそこで30分ぐらいかけて遊覧船に乗ることができるんですよねでそこの船長さんがですね非常に印象的だったんですがめちゃくちゃ楽しそうに仕事をしてたんですねあの船を運転しながらたまに解説してくれるんですがその解説がですね非常にアドリブとかも入っていて楽しかったんですよねでその姿を見ててまあ一緒に乗ってる僕たちも楽しくなってきたんですけれども で、えっ、ー、と、僕たちからしたら初めての経験なので、すごく新鮮なんですけれども、多分その船長さんって毎日,一日に何回もですね、同じところをぐる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 回って同じ解説をしてるわけですよね。そしてそれを毎日毎日やってるので、もう多分何百回とですね、同じことを繰り返してやってるんじゃないかなと思うんですが、それでもですね、なんか、こう、乗っている僕たちを楽しませようという気持ちがすごく伝わってきて、で、えっ、ー、と、 その、なんて言うんだろうな、えー。つまらなさそうじゃないんですよね。もう楽しそうに伝えてくれるっていうのがあって。で、僕、あの、介護を 業界で結構メンタルヘルス研修みたいなのとかで呼ばれることがあるんですが、その時に、あの、過去にですね、何度かですね、えー、仕事がもっと楽しくなるためのメンタルヘルス塾というテーマでお話をさせていただいたことがあるんですが、その時にね、よく最初にお話しすることがあるんですけれども、仕事が楽しくなる人と仕事がつまらなくなる人、二通りいると。どんな職種であっても大体この二通りに分かれると。なので、楽しいか楽しくないかっていうのは職種じゃないと思うんですよね。同じ船長さんをやってても毎日もうつまらないなぁと思ってたらつまらなくなるし、楽しくやって、 る人は楽しくなるわけでですよねでこの違いって何かっていうとまあもちろんいろいろあると思うんですけれども。 ズバリ大きく一つ,、ね、つ目が、えっ、ー、と、やらされているっていう感覚を持っていると、とか、やらなきゃいけないとかですね、と、仕事っていうのはつまらなくなっていく。で、逆に、自分の意思でやるんだ、自分に主体性を持ってやるんだ、お客さんを楽しませるんだ、も,も,もしくは自分の成長のためにやるんだって決めてやっている人っていうのは、やりがいが出てきたりとか、仕事が楽しくなってくるんじゃないかなというふうに思っています。で、二つ目は、まあ、えっ、ー、と、その仕事を通して、感謝されたり、喜ばれる、 人の役に立っているっていう感覚があるのか、えー、ないのかっていうのも大きな違いなんじゃないかなというふうに思うんですがでも一つ目のですねその自分で主体性を持って仕事をするっていうのは非常に大きくてですね僕たちは無意識でいるとついついやらされているしなきゃいけない行かなきゃいけない今日も働かなきゃいけない今日もやらなきゃいけないっていうモードに入ってしまうわけですねで実はこれって仕事だけじゃなくて毎日の生活の中でも例えば仕事じゃなくても、えー、家事全般でもそうかもしれないし、えー、やらなきゃ できればやりたくないけど、やらなきゃいけないことってあるじゃないですか、ちょっと掃除をしたりとか、ね、洗濯をしたりとか、まあ、そういうことも全部そうかもしれないんですけれども。 そういうことを自分が主体性を持って自分でやるんだ。家族のためにやるんだとか、えー、自分の成長のためにやるんだって思えるのか、なんかまたやらなきゃいけない。またこんな忙しいのにしなきゃいけないって思うのかで、こうず、もう二つの大きな分かれ道みたいになっていくわけですよね。例えば僕はですね、もう何年も、えー、毎朝起きたらお風呂掃除をするっていうのをもう習慣化してるんですけれども、それもですね、えっ、ー、と、自分で、よし、じゃあ何か、えー、 家族のために妻をちょっとでも楽させ、してもらうために何ができるかなって、まあとりあえずちっちゃいことですけれども、毎日お風呂掃除をやろうって自分で決めてやっているので、苦にならないわけですよね。これをなんか、またお風呂掃除してよって怒,怒られながらまたやらなきゃいけないのかって思ってるとつまらなくなっていくと思うんですよね。なので、自分が活動をやっている活動、仕事だけじゃなくても何でもいいと思うんですけれども、なんかそのさせられているって感覚になった時に、あ、自分ってもう一回主体性を持って自分の意思でこれやってみようっていうふうに、えー、そのスイッチを 入れてみるっていうことだけで、えー、だいぶそのやりがいとかですねその活動とか仕事に対して、えー、入るモードっていうのが変わってくるんじゃないかなと思いますそして自分に主体性を持つことでやりがいが出てきたりとか楽しさっていうものが出てくるんじゃないかなという風に思いますまあ、プラスアルファで言うんであればあとはどうすれば楽しめるかっていう工夫を付け加えてあげるっていうのも一つのポイントだと思うんですけれども、えー、よかったら参考にしてみてくださいということでまた会いましょうバイバイ 皆さん、えー、最後までご視聴いただきましてありがとうございます、えー。今後も少しでも役に立てる動画を配信していこうと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。そして、えー、人生を大きく変える小さな気づきというテーマで、えー、毎日ブログを更新しているんですが、えー、無料でメールマガジンでも配信をしています。よかったらメールマガジンの方もご登録お願いします。詳しくは概要欄をご覧ください。